コルフェ・ボレットはピアニスト、指揮者である。生命の日本語表記は、一時フランス語読みの、ボレト、表記されていたが、当人の出身地キューバの公用語である、スペイン語に基づいて、ボレットに表記が統一された。キューバのハバナに生まれ、フィラデルフィアのカーティス音楽学校にて、レオポルド・ゴドフスキーとデビット・サパートンに支持。ラフマニノフのいとこであり、 リストの弟子でもあったアレクサンドル・ジロティにも支持し、ジロティの下で自身の演奏スタイルを確立した。卒業演奏では、ショパンのピアノ・ソナタ第3番とゴドフスキーのコウモリによるパラフレーズを演奏した。学生時代の貴重な録音には、ブゾー2番のラ・カンパネラが収録されている。1939年から1942年まで、 母校カー,ーティス音楽学校で教鞭を取るが、1942年に米軍に入隊し、GHQ の一員として日本に派遣された。日本滞在中に、ギルバート・アンド・サリバンのオペレッタ、ミカドの日本初演を指揮した。ピアニストとして名声に恵まれるようになったのは、ようやく1970年代初頭になってからであり、カーネギーホールでの演奏によって、評価を確かなものにした。 ボレットは、ある批評家が述べたように、長年の無視に傷ついていたものの、まさにあらん限りの能力を発揮した。その驚異的な演奏は、近年のフィリップスレコードにおける、20世紀の偉大なる、ピアニストシリーズの CD でも確認することができる。後に、ルドルフ・ゼルキンの後任として、カーティス音楽学,学校ピアノ科の主任教授を務めたが、やがてその地位から退き、 再び演奏活動に取り組んだ。なお、ホルフェ・ボレットは、作曲家、フランツ・リストの孫弟子にあたる。1946年まで存命という、リストの弟子の中で特に長生きをしたモーリツ、ローゼンタールとアレクサンドル・ジロティに支持したことによる。ボレットは、とりわけロマン派音楽の大作の演奏や、録音によって記憶され、リストとショパンの解釈は、特に有名である。また、 トランスクリプションや物珍しいレパートリーにも精通し、ゴドフスキーの恐ろしく演奏の至難な作品の、その多くを作曲者本人に指示して、自分のものとしていた。劣化レコードと契約して、1978年から主要なレパートリーを録音し続けたが、メリーランド州の国際ピアノアーカイブや BBC にも、貴重なライブ音源が秘蔵されている。教育にも、 かなり力を入れ、アメリカのテレビ局からもその動画が、全編放映された国際ピアノマスタークラスは、演奏動画を十分に堪能することができる。そのマスタークラスで指導を受けたバリー・ダグラスは、1986年の、チャイコフスキー国際コンクールのピアノ部門で優勝した。現在、プロコフィエフのピアノ競争曲、第2番は、多くの録音リリースに恵まれ、日本人の演奏すら、 珍しいことではなくなったが、この作品の世界初録音はボレットのものである。決定版とされたマルコム・フレイジャーの演奏よりも数年先んじている。確かに無視された時間は長かったかもしれないが、初期から実力は認められており、かつてはエベレストと呼ばれたレーベルにロマン派の競争曲を録音している。この時期が全盛期であり、 広く認められたカンタービレを重視した後年のスタイルと違い人間業を超えた競争なども見られる。ボレットは長らく自宅で心臓発作のために死去とされていたが現在ではエイズ合併症で亡くなったことが判明している。ありがとうございます。